ラスチャンネルのデラキラスでございます。ということで、前回はドクドクアクションのウルトラマンタロウとウルトラマンレアをご紹介いたしました。ということで、後編は6番と7番を適当よな、7番8番だろう紹介していきたい。あ、6番と7番じゃ、7番と8番ご紹介していきたいと思います。7番はウルトラマンティガです。ティーリーン、ウルトラマンティガー。はい、ということで、ウルトラマンティガです。ティガです、ティガです、ティガです。お、ティガってやっぱ平成ウルトラマンで色多いじゃないですか。ですが、かなり色は多い方だと思います。ですがね、やはり顔の方は見ての通りシルバーですけれども、やはり体の方はね、グレーですかね。うん、それはね、仕方ないと思う。でも、ここまで紫と赤を塗れたのはいいと思います。はい、あ、ですけれども、が多い気がするけど、ですけれども、胸のプロテクターっていうんですか、そういう部分は、シルバーに塗っております。はい、こんな感じで、後ろは、胸の上半身っていうか、上の部分はシルバーなんですけれども、下の方は、グレーの成型色もあるらしいと。あ、でも、足の方はかなり塗っておりますね。紫も赤もかなり塗ってあるところだと思います。これはいいですね。これなら体がね、ちょっとぐらい灰色でも、構わないといった感じですね。私の個人の意見としてはね。その顔の方なんですけれども、似てなくはないんですよ。その角度によってはすっげえティガなんですけれども、その角度によって若干顔が似てないかなっていう。はい、手のパーツはグーとパーで、あ、ダイソーはグレー。ガッツウィング1号がついてきます。やったね。はい、こんな感じでガッツウィングをね、ウルトラマンティガーに持たせて、なんか墜落したのをこう助けたよみたいな、そういう感じのシーンがね、できますね。ただね、なんとなくウルトラマンティガーマルチタイプがガッツウィング1号を持っていると、ウルトラマンティガーツアームービーファイナルオデッセイ、ザ・ファイナルオデッセイだったかな、を思い出してしまうんですよね。最後の、カミーラとの最終戦。なんかね、そこをね、思い出してしまう。はい。アイゾー戦士。手すごい別名だな、カミーラ。ちなみになんですけど、このガッツウィング1号は、黄色の成型色っていう感じですね。まあ、これを塗装するのはかなり大変でしょう。はい、黄色の成型色で大丈夫です。テレビシリーズのウルトラマンティガー。最近のウルトラマンティガー。マグマスイッチです。ウルトラマンフェスティバルのマグマ商店。去年ありましたよね。マグマ商店でね。会えたんですよ。たまたまもう、ションベンしてよ。めっちゃションベンしてわーって言ってながら、4回入ったら、うわ、マグマ星人いると思って、うわ、マグマ星人だと思って、みたいな。じゃあ、とりあえず、タオルと、打ち合わせください。で、サインお願いします。感じで。カメラの充電もねえじゃん。今無駄話できねえじゃん。つってね。はい、ということで、マグマ星人です。ね、なんせ背景が黒いもんで、同化しちゃってんだよね。大丈夫か。ごめんなさいね。ということでね、マグマ星人、シンプルなデザインということで、塗装はぶきがないですね。はい、このお顔もね、しっかりと再現されておりますし、胸のね、この胸のマークも再現されています。で、猫耳の中の赤いところとか、腕とか、すねとか、パンツとかのシルバーの部分もしっかりね、塗装されております。はい、後ろの塗装も抜かりなしと。髪の毛元などは、はい、もちろん塗装されております。すごい！一番出来がいいんじゃないのと言えましたが、本当に出来はいいと思います。なぜだと思います？さあ、見ると、カギ爪がついております。いや、この二つついてるってすごいでしょ。まあ、シャーベルは確かにない時だけど、カギ爪までついてるからさ。すごいよね。いや、これはね、いいですね。はい、スタンドはグレーで手のパーツは、わーとグーがついております。あれ？さあ、でもシャーベルが、シャーベル外せるってことは、
ポーズできんじゃないの？ボクボクーンというね、サーベルを持ってボクボクーンってやってきてしまうという商品です。スワロスイでボクボクーンできるとはさ、思わなかったよ。ってことはもうね、よくどかアクションもとどまんないっす。第3弾でよろしくお願いします。マグマ精神でとかもナイス出るしかないでしょ。はい、ということで、66アクションウルトラマン2を、4種類、紹介してまいりました。私の評価としてしましては、めっちゃええ商品やん。第1弾でもよかったけど、めっちゃ良くなっても、もうめっちゃええ商品やん。はい、直眼で380円、400円か。400円でこのクオリティだったら、いいです。大満足だね。大満足。本当にね、楽しく遊ばせてもらってます。本当、ロコダカファッション、楽しく遊ばせてもらっていて、私、最近、ドラゴンボールにちょっとハマっておりまして、ご飯とトランク使っちゃいました。てか、ドラゴンボール回になってさ、天津飯さ、ミラーナイトと同じ声になってたけど、びっくりしちゃって。ねえ、ミラーナイト、このイケボは、どこかで聞いたことがある。ミラーナイトやー。あと、人造人間17号も、はい、なんだそのイケメン声はみたいな。イケメン声はと思ったら、ミラーナイトだったんです。ということで、今回は66アクションウルトラマン2、全4種類ご紹介いたしました。皆さんもね、見かけたらぜひ買ってみてください。めっちゃいい商品です。来月にはあれだっけ？仮面ライダーの66アクション第7弾が出るんだよね。私はマッハとアクセル仮面ライダーアクセルだよね。リュウ君とゴー君を買いたいと思っております。ということで以上、デラキラスチャンネルでした。バイバーイ。